までね3曲明るい曲を連続でやらせてもらったんですけど、なんてね明るい曲とね、なんてね暗いっていうとなんか違うね、かっこいい系の曲があって、かっこいい系の曲はこの後後輩にあるので楽しみにしててください、はい、そのかっこいい曲に行く前にですね、今日初披露になる新曲です。やったー。そうね、あの曲だけね何ね、配信で先に出してて、舞台で披露するのは今日が初めての曲がなります。やったそう、きっとあるっていうね、う曲、はい、そうのきっとあるね、そう、振り付けをね、ちょっと私がやったんですけど、音橋がちょっとね、可愛い感じにそうだねしつつ、でもダンテ感もちょっと残しつつみたいな、あとちょっと青春な感じ、をね、醸し出せたらいいなって思って作りました。はい、そう、あとはなんかまたね、後半にやるんですけど、また違う曲を振り付けしてて、そうそう、なんか音羽らしさが本当に出てるって感じ、なんか、なんていうのね、うん、音羽っぽい、音羽っぽい、そう、でもダンテのちょっとかっこよさも残しつつ、なんか、そうだなって思った、そうそう、ね、見た時にね、そうそう、はい、じゃあね、きっとね、待ってた方もいらっしゃると思うので、はい、行きたいと思います。やった、聞いてください、きっとある。夢を見つける、夢が見つかる、だからみんな今ここにいる。誰の何がなんて問題じゃない、愛される場所はきっとあるんだよ。約束の場所、できること